俳優の向井理さんと奥様の国中涼子さんを占いました。幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル 4U の空です。今日は俳優の向井理さんとその奥様の国中涼子さんを占いたいと思います。そしてご結婚されていらっしゃいますので、向井涼子さんでも占います。まず向井さんの向井家の十角の先祖運が、十角は大凶ですが、これは人との関わりが薄くなるという画数ですね。それから仕事運が21画の大吉なんですが、これはもう、頭が聡明でいろいろなところに、行き届くというですね、頭がとてもいいリーダー運ですね。バリバリと何でもこなしてしまうというリーダー運です。それから修さんの画数が12画、12画というのが絶望になりますが、野心が仇となる強運ということで、中途挫折に終わる可能性があるということで、これはまあ幼少期ですので、もうそれは通り越してあると思います。本格が15画の大大吉、この15画というのは中心的な画数ですので、ここに大大吉があるというのはとてもいい画数になります。これはラッキー運ですね。いろいろないいお仕事が入ってきたり、もう自分の思うようになっていくという画数です。そして家庭運も15画の大大吉、とてもいい画数を持っていらっしゃいます。もうこれ2つもラッキー数があればもう言うことはないくらい、自分の思う通りに人生が、そのように進んでいくという画数になります。そして晩年運も21画で、とても頭が良くて聡明です。何でもテキパキとこなせるというですね、とてもいい画数を持っていらっしゃいます。外からの画数は7画は少し強情ですが、強い意志を持って目的を遂げ突き進んでいくという吉数になります。これはもう外からそういう方が引っ張っていかれるということですね。とてもいい、向井理さんはとてもいい画数を持っていらっしゃいます。そして向井理さんが一目惚れをしたという国中涼子さんですね。国中さんは、沖縄の出身です。ハーフではありませんが、とても素敵な方ですね。そして、国中家が17画、これはもう健康運と、それと意志がとても強くて突進していくというですね、突進運ですね。本格が18画の吉、18画というのも人に頼らない力強い吉数なんですね。で、自制心を失わずにいればどんどんと発展していくという画数になります。それから涼子さんの画数が15の大大吉、やはりここが、向井理さんの本格と家庭運と同じ15画を持っていらっしゃいますので、やはりここのところで出会われたのかなと思いますね。それから家庭運も21画で、向井理さんが21画を2つ仕事運と双角に持っていらっしゃいます。国中涼子さんは家庭運に21を持っていらっしゃいますので、これも、とても頭が良くて聡明でリーダー運ですね。バリバリと何でもこなしてしまうというリーダー運です。そして、外からの外角が14画の強ですが、14画というのはナイーブな性格で、自己の、自己表現ができにくいという画数なんですが、これは外からの画数ですので、外の方がそのような感じであればそこまで問題ないのかなと思います。で、本人の双角の晩年運が32画、これはもう、大吉でも大大吉に近いんですが、もう、最大の吉運ですね。特望とか財運があって、磁石が鉄を引きつけるがごとく、財は財を生み、人は人を呼んで、一大発展をなすという画数が32画です。それで、国中さんが向井涼子さんになられた画数を占います。向井涼子さんになりますと、同じ仕事運が同じ21画の、頭が聡明で、とても素晴らしいリーダーを持っていらっしゃいます。そして双角の晩年は24画の大大吉ですね。これはもう財運がとてもいいということで、財に人と物とものがついてくるという画数になります。とてもいい画数を持っていらっしゃいます。最大吉数ですね。で、涼子さんは15画で大大吉、そして本格も16画で、16画というのは容姿端麗でもあり、とても人気があるという秋分運にもなります。外からの画数が8画で、8画というのもしっかりと下
方が外にいらっしゃるということですね。努力して夢を実現させる大吉数なんですが、まあ、中心的な存在感もあり、とてもいい外からの運も持っていらっしゃいます。家庭運が19画の大凶になっていらっしゃいますが、これは能力は優れていますけれども、障害がちょっと多少ですね、多難が来るという画数になりますね。まあ、病気運だったり事故運だったり、そこにちょっと気をつけていかれるといいのかなという画数になります。そうですね。そして向井治さんと涼子さんはとてもいい相性で、やはり同じ画数がもうどちらにも21が2つ、どちらもありますね。それから15画もどちらにもありますね。やはり運命的に出会われたのではないかなというふうに思います。やはりこのように、同じような画数が現れる方っていうのはもう運命的な出会いでもあり、そして一目惚れをされたっていうぐらい、あ、もうこの人だっていうようにですね、やはり、画数の数理がそのようにこう思わせたというんですか、いやこれも全然その画数を見ての出会ったわけでもありませんので、結果的には本当に同じ画数同士の数理が引き合って、出会わせていただいたという感じになりますね。とてもお二人は仲がいい夫婦になっていらっしゃると思います。現在お二人のお子さんを、お持ちでいらっしゃいますが、とても仲がよろしいご夫婦だと、挨拶いたしております。それでは、今後のお二人のご活躍とお二人のご多幸を、お祈りいたします。では今日はこの辺で終わらせていただきます。最後までのご視聴誠にありがとうございました。明日からが、素晴らしい日々がたくさん訪れますようにと心から祈念申し上げます。また次の動画でお会いいたしましょう。今日は、最後までありがとうございました。失礼いたします。 Have a nice day.